まずあの生徒の繁殖研究基地の皆さんが、アドベンチャーワールドの飼育担当の皆さんに大変なご指導をいただいたということと、でそれに応えて、アドベンチャーワールドの飼育担当者の皆さんが一生懸命勉強されて、繁殖技術を確立されたのが第一まずあると思うんですよね。で、その子どもたちが世界中に広がっていって、それぞれの国の皆さんに大変楽しませて喜んでいただいているということだと思うんですけど、だからそういう意味ではこの白浜のアドベンチャーワールドで育てられた子どもたちが、世界中に、広がっていって、絶滅危惧種と言われていたパンダの繁殖に大きく貢献したと。そしてそれがやっぱり人と人とのつながりとか、あるいは中国と日本、それから中国と世界中の国々のつながりにも寄与しているというふうに考えていますけど、永明が白浜アドベンチャーワールドに来て以来、永明の浜ファミリーが40頭にも上っていると聞いて、41頭ですかねと思っているので、そういう意味ではその先ほど言いましたように、そのファミリーが世界中に広まっていって、日本と中国だけではなくて、世界中の国々と中国、そして日本とのつながりを、友好交流の一つ の基礎にもなっているというふうには思います。だからそういう意味では永明の果たした役割というのは大変大きいというふうに思います。そういう意味では、友好大使という名称が大変ふさわしいんじゃないかと思いますけど。